いつも配信楽しく見させていただいております。ありがとうございます。20代のリスナーです。今月の辛かった体験のメールになります。俺ミクシーかな。私と母2人暮らしなのですが、母が姉を家に泊めました。ちょっと文字ちっちゃいんでね。姉は喉の痛みを訴え、翌日に、発熱したので PCR 検査をするとコロナ陽性と診断されました。その後私自身と母も陽性と診断され、自宅療養になりました。ここまではよくある家庭内感染なので心の中でしょうがないと思っていたのですが、私自身は姉のことが嫌いで、母には姉を家に泊めないでほしいと訴えていましたが、結果私もコロナに感染してしまいました。なるほど。メール主はお姉ちゃんが嫌いなんだ。お姉ちゃんが嫌いで家に入れないでくれって言ったんだけど、家に入れた結果コロナに感染したってことね。そんな私に対して2人とも謝罪はなく、陽性の母は自宅療養期間にスポーツジムやエステに行ったり、親戚を家に呼ぶなど好き勝手な行動をしました。そんな母に私は激怒をして大喧嘩をした結果、一人暮らしを決断しました。誰がいつなってもおかしくない世の中ですが、私みたいに家庭内にひびが入らないよう心のアフターケアが大切だと知っていただければと思います。自宅療養期間はノリラジが救いでした。拙い文章ですが読んでいただきありがとうございましたということで、ありがとうございました。濃厚接触者とかじゃなくて陽性反応が出たのに、その自分はその熱とか、そういうのもないし治ったと思って療養期間中にジム行ったりエステ行ったり、人呼んだりしてたってこと？それやばいね。でもね、でまあね、濃厚接触者っていう人がさ結構好き勝手するのは聞いたことあるけどね、陽性でそれはっていうね、自分がそれ陽性って分かってて好き勝手するともう下手したら犯罪ってことにもなっちゃうからね。だってその呼ばれた親戚やさエステやスポーツジムはさ、母がさ陽性なの知らないわけでしょ。それを隠して、いや陽性だけど体調いいからって言って外出歩いたってことだもんね。深夜ちょっと一緒やもんね。いやまあそれはでも一人暮らしした方がいいと思うわ。いや知らないんでしょ。だからだって呼ばれた親戚知らないのって言うけど、知ってたら来ないでしょ。それ隠してるわけでしょ。だからあ、なんもないよみたいな、そう大丈夫大丈夫みたいな言ってないんだと思うよ。言ってないから来てんだから。だって言ったら来ないでしょ。私陽性ですって言って親戚行きますってならよね。もう一人暮らし正解だと思います。まあ家族と距離を置いた方がいいんじゃない。そういう考えならばね、コロナに対してね、まあだいぶね緩くなってきたとはゆえですもんね。コロナはコロナですからね、家族でそんな考えを持ってる人いたらちょっと引きますわな。まあでもある意味その一人暮らしするきっかけになってよかったんじゃないですか。だってそういう家族だったらいずれかは揉めるしさ、何かでさ自分と価値観があまりにも合わないわけですから、どっかでねっていうところなんで、まあ今回がこのコロナがいいきっかけで独り立ちする一人暮らしするきっかけになったんじゃないかなと思いますんでね、まあポジティブに考えてもらってね、まあとりあえずね、あなたも陽性ってことで、まあ体を治してもらってね、まあ治ったのかな。一応療養期間中は抜けたということで、まあこれから新しい生活をしていただければなと思いますけどね。でもさ、こういう人がいる中でさ、俺さコロナ初期になってさ土下座までして泣いてぶったたかれたなんて、ほんとどういうことやねんと思うよね。マジでね、ほんと同じ日本なのかなと思うよね。ほんとなんか人間って頭悪いよね。マジで2022年にもなってさ頭悪いと思わない？いやマジで人間って本当に賢い生き物なのかよっていう。今回のウイルスに関してさ、どんだけさ人災があったと思う？本当に全部ウイルスだけでこうなったと思う？人間バカだと思わない？もちろんさ、国民を率いるさ政治家もそうだけどさ、政府もそう、国もそう、世界もそう、どんだけ人災があったかと思うよね。人間が一番バカだよね。動物の頭いいんじゃないの？本当、ある意味直感で生きてる、本能がままに生きてる動物の頭いいんじゃないかって私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。